こんにちは、ドクターネックスです。みんな頑張ってますか、継承の輪。さあ、今回はリンクスロットの演出を見てみたいと思います。僕はね、この新ノイトラを頑張ってあげていて、間違えた、スロット強化、ここがついに10になります。またその前に普通の方の色から、もういっちゃおう。さあ、銃の演出を見てみましょう。リンクスロットレベルマックスということで頑張りましたわ。で、こいつは虹を1個使っちゃうと思います。1個っていうか、まあ47個。はい、とりあえずこんな形かな。はい、ノイトラ様が強化されました。ちなみに僕が積もうとしてるのは、まあ、今実際積んでみるか。こんな形ですね。現状の僕のこんな感じですね。トータル1082プラスの1600ってとこか。これが 30% で、これで 20%。 一応ね、ガバガバの計算で、25% よりはリンクスロットがレベル5だったら日和の方が強いんじゃないかなと思ってます。もしかしたら間違ってるかもしれない。はい、こんな形で皆さんリンクスロット頑張って上げていきましょう。今回はここまでです。まあ、自分のね、主力となるキャラの僕はまず1個をマックスにしたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、皆さん頑張っていきましょう。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。